羽生結弦ゆずるさん出演で会場どよめき、出身地の地方大会、依頼に快諾。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。羽生結弦ゆずるさん、28、がサプライズで演技を披露。アイスリンク仙台、仙台市泉区で18日開かれたフィギュアスケートの大会に、仙台市出身で五輪に連覇を果たした羽生さんが登場し、 会場を沸かせた。大会は、主に宮城県内の選手が出場する、仙台市長杯フィギュアスケート競技会。演技はプログラムにはなく、競技前、ゲストの方をお招きしていますとアナウンスが流れると、会場にいた選手や保護者ら約100人は、誰だろう青色のシャツと黒いズボン姿で羽生さんが表情に現れると、どよめきが起きた。約3分間、2014年ソチゴリンのショートプログラムで演じた。 パリの散歩道を披露した。ハブさんは4歳から同リンクで練習し、引退後はプロスケーターとして活動中。演技終了後、マイクを握ると、今日はオリンピックかなと思うくらい緊張した。選手たちには、練習してきたことは絶対になくならないから、自信を持って頑張ってとエールを送った。大会に出場した吉田日和さん。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。